それらす僕らの日々に何か意味はあるだろうか。それらす僕らの日々を君に見取られていたいな。あの夏の続きを僕たら待て、あの日の亡霊みたいにさまよって、ここにいるのにここにない、何もかもあの日に忘れてきた。行方知らずの夏を敵に、それを盾にまた体を焦がした、ぼかした答えが罪かも知らず、自殺によく似た業を日々を犯した。明かした夜を数えまた焦がした体、なぞれるもんは明日なんて見つからなくて、昨日を抱き寄せその手を握った。手垢にまみれた燃えるを、それでも愛すと言えるだろうか。手垢にまみれた燃えるを、それでも大事にポケットにしまった。手垢にまみれ泣いてる君は、お下がりの愛でもいい。モノクロノイズの中で奏でる音はあの頃のままで、あの頃のままで終わらないみたいなふりした夏、変わらないみたいなふりした僕、薄めのカルピス好きだった。夏の割りコリが溶けて到達で薄れていくだけの日々に干渉すら、ゴミ箱に捨てたその空の方、あのノイズの向こう探したらそこに君がいた。少しずつ色づいてく街、少しずつ思い出してくけどもう、oh. 手垢にまみれた燃えるを、それでも愛すと言えるだろうか。手垢にまみれた燃えるを、それでも大事にポケットにしまった。手垢にまみれな見てる君は、ああお下がりの愛でもいいって笑った。エンドロールが流れてる、月々に席を立つお客、終わった後の映画館に二人きり、終わった後の映画館に一人きり、テレビの中大好きなフィクション、母の絵本のハッピーエンド、そして彼らはいつまでも幸せに暮らしたって、悪に負けた方の世界で生きてる。そっちとこっちは繋がらない、いつしか魔法は使えなくなった。鳴り出した電話のベルがつける、そろそろバイトに向かわないと。